皆さんこんにちは。本日は大内氏館をご紹介します。大内氏館は現在の山口県山口市にあります。昔の素王の国です。アクセスとしては上山口駅から徒歩10分ほどです。現在の大内氏館は国の史跡に指定されています。高野峯城と合わせ、属日本百名城にも選定されています。 令和の今発掘調査の実施及びその成果が周知され庭園や土類など一部の意向が復元されています見どころが多いのでぜひ時間を取って巡っていただければと思います大内市館の歴史については現地の説明板と概要欄に記した参考文献を参照しております中国地方を代表する大内氏が 山口に巨漢を移したのは南北朝時時代、大内博世の時と言われています。それから大内義長まで周防をはじめ数カ国の文国の政務を司さっていた場所が大内氏館です館の四方に堀を作りその土を持って土居としていました龍福寺は大内氏滅亡後大内義高の七回忌にあたり菩提寺として 当時3年、西暦1557年に毛利隆元が館跡に再興しました龍福寺は現在も残っているもののその周囲は住宅地などで開発され大内市館の意向は失われていますしかし発掘調査が進められ土塁など少しずつかつての姿を取り戻しています私個人として必ず見ていただきたい場所は 隆福寺の境内です。こちらに、大内義沖公の像や、大内義隆公の時勢が刻まれた石碑、美しい庭園などがあります。さらに、私が行ったのは紅葉の季節でしたので、見事な危機を鑑賞している多くの方々が、お寺にいらっしゃいました。人通りは減りますが、お寺の周囲には、土塁をはじめ西門や枯山水庭園など、 復元された遺構がありますので、回ってみていただければと思います。庭園や西門なども見事なので、多くの方に見ていただきたいなと思うのですが、私が行った時はたまたま人が少なかったのかもしれません。時間がある方は月山跡にも行っていただければと思います。今は月山神社や八坂神社がある場所で、大内市館の目の前です。 こちらも説明板が充実していますので、じっくりと見ていただき、遺跡を堪能いただければと思います。大内市館は遺構が失われ開発されて、多くの人々が住む地となっています。近くには山口県庁、山口市役所があり、現在の山口県の中心地となっていますが、 それでも数多くの発掘調査が実施され、遺跡の保存・復元活動が活発に行われています。歴史好きとして非常にありがたいです。昔の文後の国、現在の大分県の大友氏館も同じですが、その地方を代表する大大名の館が一度は失われたものの、現代にその雄大な姿を取り戻していくのは素晴らしく感動しました。 現在お住まいの人々に十分に配慮しつつ、遺跡がよみがえれば良いなと願っています。大内氏の館として、南北朝期から戦国期にかけて周防の国だけではなく、中国地方の中心であった大内氏館へお越しください。ご視聴いただきありがとうございました。